マウント・アスパイアリング国立公園は、ニュージーランドの南東にある国立公園の一つ。1990年、フィヨルドランド国立公園、アオラキ、マウント・クック国立公園、ウェストランド、タイ・ポーティニ国立公園と共に、ではヒッポー・ナム南西ニュージーランドの構成遺産の一つとして、ユネスコの世界遺産に登録された。1960年、 ニュージーランド10番目の国立公園として地域が政府に登録された。面積は3 5 5 5トルで南アルプス山脈南端にある。公園は南アルプス山脈の分水嶺の両側に広がる。公園内には3 0 2 7ルの高さを誇るアスパイアリング山がそびえる。他にもポラックス山、ブルースター山などの高い山脈を抱える。 国立公園の北の境界はハースト川であり、南の境界はフィオルドランド国立公園となる。マウントアスパイアリング国立公園の一帯に最初に踏み入れたのはマオリ族の人々であり、彼らは食料と翡翠を探していた。彼らの道のりは現在ハーストパスとして知られる。標高が低いところはブナ林が広がる。ローランド・リボンウッドも自生しており、 ニュージーランド固有種である。森林限界を超えると草地が展開しており、マウンテンバターカップやキク科の植物が自生する。国立公園内にはニュージーランド固有の鳥類が多く住む。具体的には、緑岩サザイ、ニュージーランドス水、ニュージーランドロビン、キビタイボウシインコ、スズメメのイエローヘッド、ニュージーランドヒタキ、ニュージーランドバトなどは、 人目に容易に見ることができる野鳥である。それ以外にも、夜になると、青葉ズク族の南青葉ズクの活動が活発となる。峡谷には、青山ガモが住む。マウント・アスパイアリング国立公園。ニュージーランド政府観光局。2013年9月8日閲覧。ABCDEFGH Features Department of Conservation。2013年9月7日閲覧。 ありがとうございます。